どうもラムチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は取り忘れ注意、5人の隠された必殺技やっていきましょう。このゲーム基本的にレベルが上がると必殺技を覚えるんですけども、レベル以外で覚える必殺技っていうのがあります。それを紹介していきますね。それではまずはプリシスですね。プリシスはレベルの必殺技以外に3つ覚えます。覚え方ですけども、マーシナリー、機械作成のプリシス専用アイテム作成、プラズマビリビリ棒、ハイメカランチャー、この2つで2つの必殺技を覚えます。そしてもう1つの技の覚え方がファンシティのプライベートアクションですね。プライベートアクションモードに変えましょう。でちなみにアシュトンがいないとダメです。アシュトンとプリシス、この2人が揃うと発生します。よくわかんなかった。もう一回やってみて。別にいいけど、どうするの？で、こんな感じですね。必殺技、ホロホログラフを覚えます。そして次はオペラですね。オペラもプリシスと同じく3つの必殺技を覚えます。覚え方はオペラは簡単ですね。マーシナリー、機械作成のオペラ専用アイテム作成。これのホワイトシステム、ブラックシステム、グリーンシステム。この3つですね。すべてすぐに作ることができます。ただし、ブラックシステムだけ、ちょっと作るのが難しいというか確率が低いんですよね。まあ、100回ぐらいやればできるかなと思います。それでは次に行きましょう。次はウェルチですね。ウェルチは2つ必殺技を覚えます。アイテムが必要になるんですけども、ここで入手することができます。エルリアタワーの最上階です。エルリアタワーの最上階の、この球体の横のところにね、隠された宝箱があるんですよ。ここを、取ってください。どこだ？あったあった。なかなか難しいんですよ。はい。水晶石ですね。この水晶石を入手しましたら、細工で、水晶石を使います。はい、そうすると神々の紋章っていうのを入手して、このアイテムを使用すると、ニーベルンなんとかを覚えます。そしてもう一つの場所がここですね。アームロックのミラージュ邸です。このミラージュ邸で、プライベートアクションにしてください。自慢の一品なのよ。ここで必殺技大地の怒りを覚えます。それでは最後レオンとセリーヌですね。この2人はほぼ同じ場所にあります。ここです。試練の洞窟の10階です。こういうフィールドになるんですけども、まず1個目取りましょう。道をこういう風に作りまして、上に行きます。で、部屋のですね、一番上の左側ですね。一番上の左側に行ってください。この部屋ですね。そうすると、ここに隠し扉がありますので、この中、確かここだったと思う。この宝箱の中に入ってます。もしくはここ。どっちかですね。で、さっきの宝箱を取ったら、一度9階に戻ってリセットしてください。そして新しく道を作ります。こんな感じですね。こんな感じで道を作ってください。そしてゴールの左側の部屋ですね。ゴールの左側の部屋に行きましょう。そうすると、普段は閉まってる扉が開きます。その中に宝箱があって、そこですね。はい、到着でーす。下手な道を使うとここが開いてないんですけども、この道順で来ると扉が開きます。場所ここですね。でこの中に、呪文が入ってます。はい、ということで今日は絶対に取ってほしい5人の必殺技やっていきました。全ての技が強いわけじゃないんですけども、いくつかめちゃくちゃ強いのがあるので、ぜひ取るようにしてください。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。